お気にですね、また神棚から引っ張ってきてですね、やりたいなというふうに思いました。販売員時代に、ね、ですね、こういうイベントを一緒に、やらせていただいた内田さんとこうした形でですね、一緒にまた仕事できたのをすごく嬉しく思っております。またですね、楽屋ではですね、出演者の方たちがですね、すごく仲良くなってですね、こういうフレーズどうかなとか、こういうテクニックどうかなとか、そのギターいいねとか、ピックアップ何使ってんのっていう話をですね、すごく楽しそうにしてたのを見てですね、そういうフィンガーピッキングをですね、まあ、愛する、まあ、演奏している人たちのですね、輪がすごく広がることができたのがですね、すごくやってよかったなというふうに思いました。今後もですね、この企画はもう2年3年また5年10年とですね、ずっと続いていくように、またそのフィンガーピッキングの輪がですね、広がっていけるようにやっていきたいなというふうに思っておりますので、またその中からですね、第2第3の西村さんをですね、九州から輩出していきたいなというふうに思っておりますので、また吐きそうなくらい、まあ、泣きそうなくらいですね、苦労すると思いますけれども、ぜひ今回参加していただいた方はですね、来年もぜひ出ていただきたいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。まあ、今日、ね、このお客さんの中でも割とね、ギター弾いてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますが、ソロギターっていうのはこう、ね、人前で弾くっていうのがどれだけ大変なことかっていうのはね、よくわかると思いますね、弾いてる方は。なおかつこのコンテストで弾くっていうね、生音で本当に、多分今日出場者の方はね、1年分ぐらい緊張したんじゃないかなと思いますね。本当にお疲れ様でした、ね。で、やっぱりこういつまでもやっぱ緊張するんですよね、ライブとかね、人前でする。ただ場数を踏めばね、やっぱりどんどんその緊張感もいい形で変わっていくんで、本当にね、これからいろんなところでこう人前でね、演奏する機会を持って、それでソロギターもね、盛り上げていっていただけたらなと思います。本当に今日はお疲れ様でした。いや本当ね、今日出られた方本当によくやったと思いますよ。で、音楽のね、形、楽しみ方っていうのは必ずしもこういうふうにね、こうコンテストでこう点数をつけてではないと思うんですよ。部屋で楽しむのも一つの楽しみ方、だし、まあ、なんか一つのこう励みになればいいと思うんですよね。もうこれが全てじゃなくて、こういうのもあって出るっていう。できっとね、今日ね、コンテストの部分を見に来ていた方は様子見の方がいらしたと思うんですよ。ちょっとどんな感じだろうね。多分ね、それ見てね、ああこのぐらいかとかね、よし来年はいけるかなとかね、いやそういう人いるんですよ。だからそういった意味では、もう最初からもう出るぞって言った今日出場された方っていうのは度胸ありますよね。多分でもその方は来年はもう一回それを経験してるんで、多分もう今日よりも伸び伸び演奏してるはずですよ。で今日見てて、あこれならいけると思った人は来年えらいことになるわけですよ、ね。何でも一歩早く踏み出さなきゃダメですよね。そういうか、でも本当に皆さん素晴らしかったです。お疲れ様でした。それでは大変長らくお待たせいたしました。これから表彰に移りたいと思います。それではまず島村楽器賞からの発表になります。